はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第131回でございます。で、今回のテーマは進学するみんなへで、サブテーマ初戦が大事、あとは受験生へのラストメッセージです。で、右はあと前にね、お願いしている卒業記念動画についてです。ちょっと締め切りね、今回変更しちゃったんですが、まあ、最後にそれをお知らせしつつね、喋っていこうと思いますので、よかったらお付き合いください。で、今回テーマ、まあ、メインとサブもありますけど、メインは、進学する方たち向け、特に高校生になる、まあ、今中3の子だね、高校生になる子たち向けに話をしていきます。で、最後に、今はまあ、受験がまだ残ってる子、結構ね、終わってる子の方が多くなってきましたけど、まだ残ってる子もいるので、まあ、その子に向けて、ちょっと、最後ね、もう今までいっぱい話してきたからさ、で、同じこと話してもあれなので、まあ、本当一言二言にはなると思うんですけど、そんな話をしていきます。で、まあ、特に、まあ、小6、中3、高3といろいろありますけど、まあ、特に、ま、中学校3年生の方ですね、今度高校生になると。で、新しい学校、まあ、もう決まってる方、まだ決まってない方いると思いますけど、きっとね、まあ、期待と不安があるわけですよ、進学って。で、やっぱり、小学校の子から中学校に上がるっていうのは、もちろん私立受験してる場合は別だけど、大体その地域で持ち上がりじゃんか。だから、クラスメイトっていうか、小学校の時の友達っていうかメンバーが、その上がっていくでしょ。他の学校とこうね、一緒になることもあると思いますけど。で、大学っていうのは、もうやっぱり、中学校、高校経験してるんで、そんなにね、なんつうんだろう、はあ、どうしよう、みたいなことはないんだよね。そうそう。結構もう大学っていうのはやっぱ楽しいところのイメージも強いと思うんで、ウキウキワクワクで行く方の多い。やったぜ、一人暮らしとかね、いろいろあるからさ。で、やっぱ高校に上がるっていうのは、まあ、初めて義務教育を外れるっていうのもあるし、こう全然知らない子たちがね、メインで集まるとこに飛び込んでいくわけだから、まあ、すごい不安だったりする子もいると思います。で、今回、その、なんだろう、入学がしてから、もう特に4月5月ってのはめちゃくちゃ相談メールが来るのね。進学高校生、高校1年生の子から。で、まあ、そこの相談来た時に、またこう、詳しいことっていうかさ、こういう風に悩んでるってなったら、こういう風に考えたらどうみたいな、ダラダラじゃでまた話していこうとは思うんだけど、今回はね、その、初戦が大事っていうところを、ちょっと頭の片隅に置いといてほしいんです。今日2月の28でしょ?もうちょっと3月。本当はね、3月1週目に撮ろうかと思ったんだけど、まあ、1週目になると、ちょっと3月、5日見えねえっていう俺が。3月の6日か。で、少し経ってしまうので、うん、だから今日話そうと思って、これを話します。で、初戦。何の初戦かっていうと、これテストです。また勉強の話で本当申し訳ないんですけど、まあ、受験が終わってる子とかはね、もう気分はもう爽快ですよね。おそらく。それがまあ、第一志望、第二志望わからないですけど、でまあ、解放感には包まれてると思います。で、やっぱり勉強から離れます。どうしても。やっぱここまで受験勉強やってきたから、あっしゃあったぜっていう。で、まあ、お父さんお母さんにも、塾の先生、学校の先生にも絶対言われてるから、まあね、わかってるよって思うと思うんだけど、あのね、勉強がっつりはしなくていいです。もう受験が終わってるんだったら。けれど、1日10分でも勉強する習慣は切らない方がいいよ。あの人間っていうのは習慣にするっていうのがものすごく難しいのね。あのよく俺が仮眠ね、眠くなった時の仮眠スキルとかもありますけど、ああいうのも繰り返し繰り返し体に染み込ませてやっとできるようになる。毎日勉強するとかもそう同じだね。あの筋トレとかしてる方もね、あと柔軟とかで体柔らかくするとかする方もいると思うんですけど、毎日同じことを繰り返すって本当に大変なの。継続するっていうのは。で、きっと、まあ、全員ではないだろうけど、まあ、毎日と言わなくても勉強する習慣ある程度ついてたわけじゃん、この期間で。これ、2週間ぐらいサボったら、もうすぐ戻るから。できなくなる、また。で、高校っていうのは、まあ、その入ったら学力レベルにもよりますけど、学校のね、偏差値とかにも。でも、やっぱ早いんだよね。授業進むのが。で、高校の方が丁寧じゃないです、中学校ほど。サクサク進まれるから。なので、簡単に置いてかれる。高校の勉強って。よく、高校の勉強って難しいですかって聞かれるんだけど、ま、中学校よりは難しいです。当然。難しい。し、どっちかというと、難易度の問題よりも、速さの問題なんだよね。早いんだ、めちゃくちゃ。そう、サクサク進まれてしまうので、例えばもうちょっと1時間寝てしまったとか、まあ、学校休んで、休むのはしゃあないと思いますけど、風邪とかだったらね。簡単に置いてかれます。そう。なので、まあ、この時期ね、受験終わったみんなに伝わるかどうかはわからないけど、ほんと1日10分でも構わない。から、勉強はするっていう習慣は崩さないでほしい。で、その習慣を崩さない、プラス、
初戦ですわ。で、これはですね、入学してからの、例えばクラス分けテストとか、なんかね、新級じゃねえや。入学おめでとうテストみたいな、ある高校もあるんですよ。その中学校の復習のテスト。でも、そこじゃないんです。そこじゃない。初戦っていうのは、一番最初、まあ、例えば1学期の中間考査になるかな。まあ、中間テストですね。中学校でいうとこの。そこです。で、中学じゃない、高校3年間の中で、一番意識してほしい。そこのテスト。これはね、中学生に上がる、小学校6年生のみんな同じです。一番最初のテストを、絶対に落とさない。っていうか、がっつり勉強する、そこは。で、これはなぜかっていうとですね、まあ、高校生になったみんなは、今まで中学校っていうのは、やっぱ地域から集まってる。受験をしてなければ。公立の小学校であれば、いろんな学力の子が来るわけじゃん。小学校の時から100点ばっかり取る子もいれば、すごいちょっとテストができない。勉強が苦手な子とかもいるわけじゃん。その子たちが全部集まってくるでしょ。けれど、高校っていうのは受験をしてるんで、基本的にみんなと同じレベルなの。ほとんど差がない、そこには。もちろんなんかね、すげえ頭いいのに落としてきた子とかもいるけどさ、そんなレアだから。だから、そんなに差がない状態のスタートになってるの、最初っていうのは。だから、最初のテスト、うまくいけば、中学校の時、ね、200人中、じゃあ80とか100番、ちょうど真ん中ぐらいが取れなかった子が、高校入ってから1桁とか普通に取れるんだよ。だって相手が違うんだから。けれど、そのね、逆もあって、中学の時にすごい良かったのに、高校に入ったらめちゃくちゃ順位が下がるって子も出てくる。で、これはですね、最初のテストが肝心で、最初に、例えばじゃあ、高校やったら300人ぐらい初校か、一学年。300人中、たまたまでもいいの。たまたまでも10位が取れた。300人中。その子と、いつももっと実力が出せるのに、ちょっと今回うまくいかなくて、300人中200位を取ってしまった子。これ、同じ高校に入ってる子だとします。今300人の中で、10位の子と200位の子。でも中学校の時の学力やったら、絶対200位の子が上なの。過去のデータを見ると。でも逆とかが起こる。これですね、相当努力しないとこの順位ひっくり返らないです。中学の時、数ヶ月前までは頭良かった子の方が下に行くんです。これ高校生活で。で、なんでかっていうと、順位とか得点ってのは数字でしょ？数字っていうのはすごい強い効果があって絶対的なものなんだよ。これどういうことかっていうと、90点は90点なんだよね。どこまで粘っても何をしても90点から変わらない。10位は10位なんだよ。で、何が言いたいかっていうと、一度最初に10位を取ったら、あれ？私この中で10位ぐらいなんだ。あ、いけるかもって思うよね。そう。で、逆もあって、200位を取ってしまったら、もしかしたら本当の実力が20位、30位の子だったかもしれない。でも、たまたま運よく運悪く200位を取ってしまったら、あ、私この中でこのぐらいなんだって思って、そこで固定観念がつくの。あ、私このぐらいなんだっていう。で、それを払拭してひっくり返すのってかなりの努力が必要なのね。そう。だから、ぜひ最初のテストは油断しないで、高校の、高校入って初めてのテストじゃんか。だから勝手がわからないんだよ、勉強の仕方とかもね。ちょっとうまくいかない時もある。けれど、もう万全の準備で、まあ、まだいいかな勉強とかじゃないの。もう、できるだけ早めに始める。そう。っていうのを意識してほしいんです。これめちゃくちゃ大事です。進学した後の最初のテストね。なので、まあ、特に高校生になる子、まあ、中学校に上がる子はね、地域から上がってるんで、やっぱ学力差もその時点であるから、多少は。そうね、ちょっと一概には言えないんですけど、高校に上がった子、受験した子っていうのは、周りの子が自分と同じぐらいだから。だから、スタートダッシュを決めようと思ったら一気に抜けるから。そこをね、ぜひ意識してやってほしいっす。はい、ぜひ、本当に、しつこいけど、本当にそうだから。ね、よろしくお願いします。で、受験生のラストメッセージですね。で、これはまあ、メールとかの相談で今、たくさんいただいてるんですけど、まあ、前期がやっぱうまくいかなかった子、あと、私立がね、第一志望でうまくいかなかった子なんかが、もう本当不安で今、しょうがない中にいると思います。で、まあ、メッセージに関しては、もうね、ダラダラ上で以前に話してるので、まあ、最初にも言いましたけど、重複するというか、同じことはね、特に話しませんが、いつも言ってるように、もうここまで来たらやるしかないっす。はい。で、もしかしたら、私立もなくって、次の最後落ちてしまったら、二次募集とか、定時制とかのね、選択肢になっちゃう、通信とかね、になっちゃう子もいると思います。
いろんなね、境遇の子がいるからさ。で、おそらく俺が想像するよりもしんどいと思うの。だから、この今俺が喋ってるこの言葉がみんなに届くかどうかはわからないけど、ね、いつも言うように、はんって思われるかもしんない。それでも構わないからさ。そうそう。そう思った場合はそれで構わないから、ただただ、やっぱり全力を出して終わってほしい。いろんな子たちをね、塾講師で見てきて、で、受験が終わった後もやっぱ付き合いある子はいるんだよ、結構。ね、たまにこう塾に遊び来てくれたりとか、もちろん高校になっても続けてる子もいたからさ。でもさ、第一志望に受かったから、すげえ充実してる高校生活を送れるかって言ったらそうじゃないんだよね。で、第一志望に行けなかったけど、めちゃくちゃ充実してる子ってもいるわけだよ。そう。大事なことは、どこに行くかじゃなくて、そこで何をするかだから。でもそこで何をするかってところで踏ん張るためには、今辛い境遇を戦い抜かなきゃいけない。絶対に。逃げてしまったら一生それ後悔するから。逃げたことを。あの時逃げたなって。枷ができちゃう、心に。引っかかってるからね、それがね。多分今一番しんどい、本当に。ラストチャンスっていう子たちはね、一番しんどいけど、自分もね、前期落ちて後期がラストチャンスだったから。でも、結果どっちになるかわからないけど、やっぱり最後までやりきったっていう風に終わってほしいなと思います。で、自分はそれしか言えないからさ、ね、そのためにみんなに何かをしてあげれるわけでは全然ないんだけど、そしてみんながこう受験終わった時に、あしてもうホップ頑張った私って、ああやったぜ俺ももう一生お疲れって自分に言ってやれるような最後の受験をね、戦ってきてもらえたらと思います。安い言葉になりますけど、心から応援してますんで、最後、もう一踏ん張り、頑張ってきてください。で、最後ですね、記念動画、卒業記念動画に関してなんですが、以前3月20日ぐらい締め切りってちょっとお話をしたんですけど、申し訳ないんですが、3月11日を締め切りとさせていただきます。もしかしたら、それが金曜なんですよ。ちょっと自分の誕生日を一応締め切りにしようと思っていて、で、まあ、そっから多分動画を編集したりするので時間かかるので、そこにしようと思うんですけど、もしかしたら、その後の土日、12、13ぐらいまでだったらギリこうねじ込めるようにはなるかもしれないんですが、一応、あと2週間ぐらいで締め切らせていただきます。で、それが何か、あんまピンとこない方もいると思うので、簡単に書いてあるんですけど、3つテーマがあって、1つが後輩の声のメッセージ。で、2番目が、今だから言えるありがとうですね。ありがとう、今伝えたい人。ご家族でも、先生でも、友達でも、誰でもいいです。で、最後は、ぜひお父さんお母さんから、お子様へのメッセージっていうのを今募集しております。で、3項目全部ではなくて、1項目だけでも構いませんので、そちらをもし、参加していただける方は、下の書いてあるね、haichi_4_leaf@yahoo.co.jp の方にメールを送ってもらえたらと思います。で、その際のお願いなんですが、タイトルに参加するテーマの番号です。例えば、2番。ありがとうね、伝えたいっていうテーマで書いていただく場合は、にと書いていただいて、本文に掲載するメッセージです。これは、皆さんが書いてくれたメッセージを、基本的にそのまんま、多少ちょっと誤字とかあった場合は、こっちで編集しますけど、それを載せていただきます。それと、都道府県とペンネームを書いてください。これは、本名である場合は、掲載はしません。あとは、ペンネームなんだけど、本名っぽい場合、ペンネーム。例えば、アニメのキャラとかで書かれる方もいらっしゃるんですけど、その本名の方がもしいらっしゃる場合もありますので、確実に本名ではないなという分かるようなペンネームと都道府県名を書いていただいて送ってもらえたらと思いますので、もしちょっとご参加いただける方は協力していただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。では今回はハイチのダラダラジオ第131回テーマ進学するみんなへで喋らせていただきました。今回もねここまで聞いていただいて本当にありがとうございました。で、次回、多分、再来週に、卒業式、まあ、生でね、卒業式をやろうと思ってるので、まあ、次回はその前のテーマになるかな。ちょっとまだ何、ね、これっては決めてないんですけど、また日曜日にね、なんか喋っていきますんで、もしよかったら、そちらの方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。